ルイ、はい、みんなね、今ね、シュノーケリング会に ABC ストアに行ってます。これから、花馬ベイに行ってシュノーケリングしに行きます。ピーってお店、コーヒーショップがすげえ人気みたい。すげえ天気がいい。これね、でも iPhone X にしてしまってドローンのあのコントローラーにくっつけるのかな、これで画面見なきゃいけないのかね、超ちっちゃくなっちゃった。花馬ベイ行きのバスがここら辺に来るっていう。バスにね、乗るときは、この看板を探します。結構難しい。花馬ベイに行くのはオロハナストリートとカーラウアストリートの交わったところの交差点、ここから乗っかっていきます。これがね、始発です。始発でも時間になっても、全然来ないという。しかしバスが来ない。もう、かれこれ1時間で、1時間待ってます。だけど来ない。こんなに人も増えちゃってます。やばいねこれ。1時間半待ってようやく来ました。バスが絶対ね、運転手寝てた。ここね、始発です。始発なのに1時間半来なかった。はい、到着しました花馬ベイ。約何分、1時間45分ぐらい。結構遠かったね。すげえバスの中寒かったこのバス。じゃんじゃんじゃん、どれ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 、おお、すごいぞ。ほら、なんかお天気がちょっとだけ残念だけど、すっげえじゃん。いいじゃん。さあ入り口に着きました。こっちね、いいね。どっちから来る。はい、これからビーチのルールのビデオを見ます。ビデオ完了。結構坂道が急。もうそろそろ到着。次はこのあれかな、車で行くのかな。でも乗っかった方がいいんじゃないかこれ。恒例の水温チェック行きます。風すごいな。水温チェック。冷たい冷たい冷たい。やっぱ冷たいな、ハワイ寒い。ハワイのため寒い。おトイレ&なんか食べるものがないかパトロールに行きます。早速ね、このバスに乗っかって5ドルで上まで連れてってくれるので。はい、ワン、よいしょ、よいしょ、楽ちん楽ちん、超楽ちんだった。さっきよりも全然綺麗。スタンプをね、押してくれると表に出れるみたい。これでホットドッグが買える。ほんとだ、あるじゃん、スナックバーって書いてあるよ。ここじゃん、ここ。やっとチーズバーガー5個ゲット。こんなの買うのに30分ぐらいかかってる気がする。そして雨が降ってきた。ちょいちょい雨が降ってるんだよね。よし、またこのトローリーに乗っかって下まで行きます。下り俺一人です。すごい、やっぱり早いねこれで来るとね。 Hey Thank you。 トローリー使うとね、もう 1,2 分で着きます。超楽。そもそも、ここはね8ドルぐらい出して入る有料のあの
海で2016年度の、全米のナンバーワンに選ばれている綺麗なあのビーチで、ハワイで一番このシュノーケリングするのがね、一番綺麗なビーチです。はい、みんな買ってきたよ。はい、今回ゴリラポットが大活躍です。でね、ホテルの近くまで戻ってきました。結構ね、時間かかりましたよ、バスで。いや、すっごいサンセットがね、半端じゃないんですよ、これ。ちょっとね、タイムラプス撮ろうかなと思います。これもワイキビーチです。今日はね、これから花火なんで、ヒルトンの前が超混んでます。リーノは行くよ。はい、はい、今日のビールはハワイのこのビッグウェーブゴールデンエールと、そしてこれ、このビーフジャーキー、これが超うまい。これ食べたことないね。なんとも言えない美味しさです。はい、ウォルマートで買ったピザですけど、オーブンでチンしたピザなんだけど、日本で食べるピザよりも超うまい。やばいですこれ。はい、マサコ情報。ちなみに 10ドルだったって。10ドル。ヒルトンの花火が始まりました。すごい。
ドローンがね結構飛んでる。こんな花火の超近いところなのに日本じゃありえないね、これはね。今日はねもうこれでおしまいなんですけれど、ハッピーニューイヤーのここで花火がどうやら上がるらしいので、ちょっと僕もドローン飛ばしちゃおうかなと思って。本当にすごい数のドローンが上がってる。本当に信じられないあの感じでした。すごい。さよなら。